ゆっくりドラム講座。生徒さんの実力に合わせた譜面作成、マルチアンブル演奏動画作成、素敵なオンラインレッスン、初心者からバイオレンス、高能まで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師の例です。さて皆さん、本日は STFS を伝授します。 STFS とはステップオーバートーホールドウィズフェイスロックスペシャルの略ではなく、スネア、タム、フロア、スネアの順番で叩くフレーズです。こういうやつです。ゆっくり叩きます。譜面です。今回は STFS の後に KK バスドラを2回足してます。なので全部で6個の音符というと6連符なので、 STFSKK を6連符に当てはめております。 KK の部分はできるなら片足でねじ込んでもいいですが、私は財力に物を言わせてツインペダルを使用し、右足左足で踏んでます。このフレーズは移動が多いので簡単そうに見えて結構大変です。叩いたら移動に備えスティックをすぐ上げることを意識しましょう。 STFS のフレーズはタム1個あればできるド派手なフレーズというのがいいところですね。移動が多くて大変ということはそれだけ派手ということです。叩きます。では次、2小節にしましょう。最初の1小節目は STFT と FTST の繰り返し、行って戻ってという感じ。これも定番の移動フレーズなのでぜひ覚えましょう。その後は STFS2 回やって FSSSKK からのタム回し、 FSSS の部分は余裕があるなら強弱弱強のアクセントにしておくとかっこいいです。余裕がないならゴリ押しの全部強で大丈夫です。叩きます。では次、フレーズを発展させるときに定番の手法、1拍半フレーズにしましょう。 STFSKK に FKK を足しました。全部で9個、6連符に当てはめているので8分音符で言えば3個分、4分音符で言えば1拍と半分、すなわち1拍半フレーズ。1拍半のフレーズを繰り返すと聞いてる人は 1,2,3,4 の感覚がわからなくなります。わからなくなる。それすなわちなんかすごいことやってる。そう思うのが人間の心理。やってる本人がわからなくなるとどうしようもないので叩いてる人は1拍半じゃなく1拍でフレーズを感じましょう。要するに最初の1小節目で言えば STFSKKFKKSTFSKKFKK ではなく STFSKKFKKSTFSKKFKKSTFSKK、 6連符なので区切りを6個ずつと考えます。ポイントはここですね。3拍目は左手が最初に来ます。ここで叩いてる本人も訳がわからなくなるので、この左手を叩いたら3拍目の頭に来たとしっかり意識しましょう。1拍半フレーズ、過去の私が動画で解説してるので気になる人は1拍半例で検索して動画を見ましょう。ちなみにこの RLRLKKRKK ってフレーズはレールジアーってドラマーがよくやってます。叩きます。では次、6連符なので6ストロークロールを混ぜましょう。
RLLRRL 皆さんご存知シックスストロークロール。知らない人はシックスストロークレイで検索して動画を見てください。シックスストロークロールと STFSKK を2回。2小節目は叩くものを変えました。2拍目の SFFS は人間の体の構造上無理かと思いきや手を交差すれば大丈夫。こういうのやったところで客席からは見えませんが、そういうのは言わないお約束。最後は3連符です。ここで止まる感じが大変素敵です。ぜひ取り入れましょう。叩きます。ストロークロールとドラム3種の人技 RLK を混ぜました。譜面にアクセントは書いてませんが、シックスストロークロールは強弱弱弱弱強のアクセントにするのを忘れないでください。これはもう1拍半どころかどこでフレーズを切ればいいのかなかなか難しいかと思いますが、これも感じるのは1拍1拍を感じてドラムを叩きましょう。 KK の部分はツインペダルでも片足でもどちらでもいいです。私は片足でやってます。叩きます。では次、6連符はやめて32分音符にしましょう。RLRLKK を32分音符に当てはめる。もはや古から伝わるフレーズです。これもまた1拍を感じましょう。叩いてる本人が1拍を見失わないように。STFSKK を5回。全部で30だからあまりには FS。全部で32で32分音符。叩きます。いわゆるゴスペルチョップスです。なんて難しいと思うかもしれませんが、やってることは今までと同じ。最初はインバーテッドパラディドルと左手と足。RLLRLK。次はパラディドルと左手と足。RLRRLK。さっきまでは RLRLKK とやってましたね。それが少々複雑になっただけ。それが終わったらさっきの STFSKK 最後に FS。叩きます。では次、6連符からの32分音符。最初は6ストロークロール応用のよくあるやつ。RLLRRL と RLL。これを2回。いわゆる1拍半です。その後がこのフレーズのやりたいところ。最初は6連符で STFSKK を3回。その後は32分音符で STFSKK を3回。最後の KK はなし。こうすることによって叩くものは同じなのに速さが変わってなんかすごい。いわゆるリズムトリックとなります。これまたテンポがめちゃくちゃにならないように1拍を感じましょう。演奏中は常に1拍を忘れないように、叩きます。
んでしょう。このように一つのフレーズでも発見方法はたくさんあります。 STFS だけではなく、皆さんも自分のフレーズをさらに発展させてください。フレーズを考えることによりフレーズが増えていくし、何よりも誰かの真似じゃない自分の演奏が少しずつ広がります。それはとても楽しいことです。より一層かっこいいドラムを叩きたい方はドラム教室スクルドまでぜひどうぞ。チャンネル登録高評価ボタンを一押しよろしくお願いいたします。あなたの一押しが私の希望となります。それではいつもの言葉でお別れです。ね、簡単でしょう。